田中文子と言います。私もこの港に語り継がれる民話集の中から、まずはじめにすり鉢沼の主、これは港町ふるさと研究会発行の、港町木ゆく暮らしの中に書いてある民話で、西田面の阿部光義さんが、話をした、昔話です。西田面に八幡神社があってな、倉庫の西の方に歩いていくと背炙り峠へさ続く道があったと。その途中に源氏屋敷の跡があったそうだ。その源氏屋敷の沢の方さ向かっていくと上の方にすり鉢沼っていう沼があんだと。今でも西田面の用水路として使っているわな。そのすり鉢沼っていうのは八幡太郎がここの西田面に飛んでんへえ作った時、そん時の用水路としてやっぱり使っていたみてだな。それからそのすり鉢沼っていうのは、いやー周りは祈祷でもこう切り立った沼でな、倉庫の方はなんぼ不景がわがん願った沼なんだと。その沼の水の王子無人どこにこうでっけえ笠松の木があってな、その木の上からその木の上さ登ってみっと、港町の季節ごとに変わる風情がとってもよく見えだっつう話だ。倉庫の源氏屋敷の周りさは飛んでんへの米ら、いつも遊びさ行くんだと。そうすっと米らだからそのすり鉢沼んどこさも行くわな。大勢で行くと何にも起こんねんだでちょ。一人で行くと行方不明になっていなくなっちまった。そうすっと村の人たちは水神様に召されたんだわとか、いやカッパに沼さ引きずり困っちゃんだわなんていうことん噂になってな、うちの人たちはあそこの沼さは行くんじゃねえぞなんてみんな米らたちに言ってたそうだ。ある時な、大工の親子がそこを通りかかって、そうしてそのでっけえ笠松の下で休んでたと。そうしたら急にそこの米らがいなくなっちまったな。いやいや、なんぼ探してもめっかんね。そうしたらな、そのあれがカグラヘビに食わっちゃんだわなっていう話になってな、そのカグラヘビっていうのは頭が獅子の頭ちっち獅子のような頭して、面構えはヘビどもつかねえカッパどもつかねえ、それは恐ろしい顔でそのでっけえ笠松の上から下にらみつけだつけてたって言うんだな。その話が大騒ぎになってな、そのうちその誰の沢釣り鉢沼沢やっぱりいかんになーなんて言ってたんだげっちょも、人のくじっつうのはわがんねもんだ。そのうちにな、そばのすり鉢沼さ一人で行って、一人で行くと金持ちになったり、とても生活が豊かになったりすんだどうなって噂になってな。そうすっとその俺カグラヘビ見だぞなんて言うとな、金持ちにもなんねし、それやそこさ行ってカグラヘビ見でで見だっても黙っ
ていっと金持ちになって生活が豊かになんだなんていう話になって、人の話っちゃ嘘だが本当だがわかんねえなっていう昔話だ。はい、一つ下げました。もう一つは、一人だけになったお地蔵さん。これは東田面と戸沢に伝わる話だ。昔戸沢の村では木綿ごどが絶え願ったと。ある時な、旅のログ部が訪ねてきてな。ログ部っていうのは神様のお告げを伝える拝み屋だがな、そのログ部が言うのには、戸沢の森屋神社の神霊堂大師堂の仏根がどうも相入れなくて、それが揉め事の根源を成してる。戸沢んとこには神社と寺と一緒にあった場所があったそうだな。それを聞いた村の人たち、六部が言ったと、大師堂を、大師堂の仏根を東田面の昇降寺にお移し申せって言われたんだと。そこでその大師堂を東田面の昇降寺に移した。そこでその大師堂のとこにあった取り残されたのが六地蔵様。六地蔵様だけが取り残されたと。最初のうちは村の人たちが六地蔵様の世話して口だけっとも、だんだんそのうちに世話する人もいなくなってな。ちょうどその頃だ、その東田面の昇降寺に旅のお坊さんが寝泊まりしてるな。そのお坊さんっていうのはとても信仰厚い人でな、山々巡ってきては必ず六地蔵様んとこさ寄って掃除をしたり参道を広げたりして、いつも面倒見てくちらと。だから六地蔵様たちちっとも寂しく願った。ところが稲刈りの頃だわな、その世話してくちらお地蔵さんお坊さんが忽然と姿消しまってな。そうすると東田面の昇降寺さは化け物が出んだどうなんて噂が立つようになって、そうすると留守番の者もいなくなっちまってな。そうすると、まあたそこの昇降寺のお寺の中は狐だのタヌギだの住むようになってとっても荒れてしまったんだと。そうすると六地蔵様、戸沢の六地蔵様んとこも誰も世話する人いなくなっちまってな。そのうちに一人減り二人して、二人減りしてとっと五人のお地蔵様たちが旅に出ちまったと。あとさ残されたのは病弱な一人のお地蔵様だけだった。そうすっとな、秋になっと周りの枯れ草とかススキなんどがな、そのお地蔵様の姿ずっと隠してくちだと。そうさ今度雪が積もり辻に待ちまってな、そのお地蔵様起き上がることもできめぐってとうとう辻の中に待ちまったと。
それから何十年が経った時だ、ある時佐渡の人がそのお地蔵様を掘り起こしたんだと。おい、こんなとこにお地蔵様一体だけ、なんだこれ。村の長老の人、一番年寄りの人に聞いたら、これは太子堂のとこにあった六地蔵様の中の一体だわっていうことが分かってな、一人だけでは寂しかんべえと思って、もう一体お地蔵様刻んでもらってな、その二体を今度は東たずらの昇降寺さお供え申したと。だから今でも東たずらの昇降寺にはその二体のお地蔵様が祀られてるそうだ。さあで、その昇降寺ってお盆の頃、お和賀様っていうくじ寄せの人お願いしたと。そうしたらそのお和賀様が言うのには、ここを出られた五人のお地蔵様たちは今日橋川のほとりにあるあるお寺に無事に安置されている。そこのお寺のお坊さんは昔その昇降寺にいだ信仰厚いお地蔵お坊さんでな、その六人その五人のお地蔵さんたちはそのお坊さんを頼ってここの日橋川にたどり着いて、相互で無事に安置されていると。だけど、とてもかわいそうなのは一人だけ残された、太子堂へざわに残された一人ぼっちのお地蔵様だけだ。今は村の人たちのあったけえ気持ちで二体一つ作ってもらって二体にはなったげっちょ、それも昇降寺には安置されてっけど、そのお地蔵様がみんなに愛知、その五人のお地蔵様に愛知だげっちょ。俺は体も弱いし日橋川まではとても行けねえから、おめえたちこっちさ来てくんにかっていうお和賀様がなぎなぎ語ったっつうだ。そうして東たずらの護衛課っていうのが、どこのお寺にも護衛課っていうのがあんだわな。そこの護衛課っていうのが、マスカガミうつろうよにぞうまことある、人の心も見えるなりけりっていう護衛歌をお墓様が呼んで、東たずらさ、まあ、おいだっていうか、そういう歌を呼んだっつう話だ。はい、これで一つ下げました。